前回のあらすじ。前回に引き続き、上位の作業台作りが進行中です。これは、鉄ですかね。そうです。とりあえず精錬しておこうかと。お、完成しました。あと、作成するのに足りない素材は何ですか？確か、アルミニウム系の素材だった気がします。まだまだ精錬しないとですね。やっぱり、アルミの板が必要そうです。じゃあ、完成は、次回にお預けだね。あれ、そのチェストの中身、よく見て。これ、アルミニウムのインゴットだと思うんだけど。そうですね。この驚きの白さは、まさしくアルミの輝き。で、なんで鉱石をセットしているの？それはお姉ちゃん、アルミのインゴットなんてなかったんですよ。いいですね。つまり、見逃して、アルミの精錬を余分にしてしまった、ということで。おとぼけを爆発させつつ、本編に行きましょう。これはひどい。皆様、お久しぶりです。こんにちは、イアです。こんばんは、ボネです。今日も元気に平和に、ライシングワールドをプレイしていきます。早速ですが、見てくださいよ、この幻想的な感じを。ほんと、この霧に包まれている感じ、たまらないです。でしょでしょ？タイミングよく、こんなシーンが撮影できてよかったですね。霧自体は何回か拝んだことがあるんですが、毎回撮影のタイミングと噛み合わずだったんですよね。なるほど。これは偶然の一致だったと。で、王子はどちらに？そういえば、霧は雨上がりによく見られるはず。ああ、王子のそれはですね。うわ、雨だ。王子がずぶ濡れになってしまっている。ぬぐぐ、こうならないために、王子の家を作ろうと準備していたんだが。そうだよね、ごめんごめん。でも、王子が入れそうな雨宿りスポットなんて。ここ、入れるかな？いけたいけた。って、先客がおるやんけ。ということで、雨が止むまで、先客と仲良くしていてください。私は準備に戻りますね。という感じで、こちらにおります。なるほど。雨宿りしていたんですね。まさか、この廃校もどきが、役に立つ時が来るなんて、よかったね王子。ということで、雨は止んだので、とりあえず戻りましょうか。ということで、フルメンバー揃ったところで、今回は、王子の小屋作りをしていきます。また、雨が降って、ドタバタはしたくないからね。で、小屋の場所はどうするの？場所は、すぐに駆けつけられるように、家の真横に建てようと思います。ということで、まずはこの画面左側。この辺りを整地していきましょう。さあ、ワクワクドキドキの整地タイムだよ。そういえば、今まではずっと木製の霊気を使っていましたが、この度なんと、鉄製の霊気をご用意しました。ぱっと見、わかりにくいような気が。色的に、変わっているのは先端だけだものね。確かに、言われてみればそうですね。で、この二つの性能差はどんな感じなの？では、実際に検証してみましょう。うわ、眩しい。まずは、木製の霊気から。うん、ワンテンポ遅れる感じだね。そうですね。では続いて、鉄製の霊気。多少は早いのかな？ということで、比較動画をご用意しました。誤差？もう一回行きましょう。ちょっとだけ早いかな？収録中の私は、だいぶ早くなったな。って思ったんですが、あんまり変わらないですね。前にコメントで、秒数で比較したら？って言われてたけど、これは検証してみた甲斐がありましたね。客観的数字は、正義なんですね。よくわかりました。それでは、整地の様子をお届けしながら、ちょっとだけ雑談。先日、新しいライシングワールドの新バージョンが、公開されました。もしかして、もうすでに遊んじゃったの？はい。お察しの通りで、
なんと動画も出ております。よろしければぜひ。これはひどい。ちなみに、どんな感じでした？全体的には良かったです。ただ、まだ発展途上。って感じですね。何せ、ゲーム中はファンが全力回転。おーう。まあ、しばらくは今シリーズをよろしくです。そんなこんなで、整地完了です。めちゃくちゃ綺麗に整えました。じゃあ、次は建築のターンですね。後半戦へ続く。王子さん、ちょっと出勤願います。そう言われて、いきなり借り出される王子。もしかして、建物全体のサイズ合わせのためです？イグザクトリーですよ、やちゃん。やっぱり、何事も現物合わせが一番ですよ。よし、このあたりで。広く整地しすぎたかな。このままだと、ポツンと王子、って感じで、寂しい気が。でも、この後建物を建てていくと、不思議といい感じに収まっちゃうやつでしょ？そうなんですよね。不思議ですよね。不思議マジックにとらわれないように、今回は広く大きくでいこうと思います。それでは、早速柱を建てていきます。下はやっぱり、土のままですか？基本的にはそのつもりです。ただ、土むき出しもあれなので、草を生やすかを悩んでいます。芝か、ダートか。姉さん、なんか違うゲーム始まってません？はて、一体何の話を始めようというのです？どっから突っ込んだら良いものか。さて、この建築で最大の重要ポイントは、高さです。王子に乗った状態で、頭が突っかえないようにしないとですね。ということは、割と高い建物を建てないとですね。一応、地面の高さは家より一段下げてあるので、多少は平気なはず、と信じています。ただ、すでにブロック設置が大変、という？これは、毎度おなじみのジャンピング設置ですね。この瞬間だけ、ゆるふわ建築ゲームが、アクションゲームに早変わり。いやいや、さすがにそんなことはしませんよ。そうそう、もうちょっと頭を使って。って、そういう方向で工夫するの？いやー、これでなんとかなるかなって。ほら、やっぱりアクションゲームじゃん。ともかく、今回の建築では、とうとうあれを使わないと厳しくなってきましたね。もう一段必要か。これで良さそう。頭も突っかえなさそうですし、いいですね。これで、安心して乗り降りできそうです。OK、この高さを基準に、じゃんじゃん作っていきましょう。ということで王子、お勤めご苦労様。お疲れ様。あ、そこにある野菜、好きなもの食べてていいですよ。あ、または食べない方がいいと思うよ。ということで、建築に戻りましょう。で、このまま進めるには、ちょっと高くなりすぎてしまったので、便利なアイテムを持ってきました。お、ついに、久々登場ですかね？そうですね。ご飯に小屋を建てた時以来です。もったいぶらないで、早く出してドン。ああ、お姉ちゃん。ということで改めて、足場です。組み合わせも、上に伸ばすのも、自由自在、便利アイテムですね。間違いないです。ただし、木材が慢性的に不足している状況では、貴重なアイテムです。ただ、今回はさすがに必要になったので、作ります。今は、回収して再利用もできるので、無駄にはならないですよ。そうなんですよね。ということで、今回は奮発して、短いタイプも作ってきました。これで、屋根周りや高所での作業も、楽々です。そういえば、反対側には、いらないの？こんな感じで、先にブロックを設置しておけば、不要ですよ。この手があったか。ということで、中途半端ですが、今回はここまでです。次回、ここから屋根とちょっと小物を作って、完成となります。ちょうど、建築の折り返し地点ですね。今回は珍しく、順調に進んでますね。ここからトラブったりしませんか？トラブル前提で話を進めるのはやめてもらっていいですか？てか、ここからの建築、トラブルは起こりません。ご安心を。なんだつまらん。ということで、それではまた。バイバイ。